弟子の暴力問題で、師匠は下つとなった元横綱白鵬の宮城の親方に新たなトラブルが発覚した。宮城の親方が携わる白鵬米、夢の収穫イベントで、新潟南大沼市議、A が白鵬の取り巻きである販売会社の支援者、B 氏から暴力を受け、その後、呼び出しを受けて脅迫されたというのだ。取材の中で行き当たったのが、A 市議と旧地で、 販売会社の B 氏とは同級生だという地元企業社長だ。当日の状況について、A 主義の首は赤くなり、ヘッドロックされたのは間違いない。ただ、そこに至る経過が告発状で抜けているとして、こう続けた。B 氏は、A 主義が写真撮影など NG 行為をして、やめろと言ってもやめないから俺は切れたと言っていました。試食会の前にあった市の歓迎会でも B は文句を言っていて、 抑えろと言ったんですが爆発してしまったようです。A 市議側にも菓しがあったとの指摘だが、告発状によれば後日、A 市議が B 市の東京の事務所に呼び出されて監禁状態になったともある。そして B 市から、お前は白鵬に2回挨拶させた。元横綱なら1回100万円。午前と午後の2回で200万円。8日、9日の旅費を加えて300万円だ。払えとは言わない。行ったら捕まる。どうすればいいか自分で考えろ。 と迫られたとしている。全室の地元企業社長はこう話す。呼び出しは事実。ただ、B が東京までの新幹線の往復チケットを送っている。事務所で A 市議は謝ったらしいが、B も収まりがつかなかったようで帰らせなかった。B 氏は支援者に撮影させるなど政治絡みの匂いがした。とクレームをつけ、イベントにかかった300万円を保証しろとの話になったそうです。告発上はその後、A 市議は警察に行き、 弁護士を通じた B 氏との示談交渉となったが、B 氏が暴力団の下部組織に関係していることが示唆されている。ただ、この点については前室の地元企業社長が否定した。酒の席で A 主義が B 氏はまるでヤクザですよね、と言うから、ぽいよね、ほんとヤクザだよね、と酒の上でのジョークとして言った。B 氏は高校時代からの付き合いだが反社に思える行動は見たことがない。確認するべき白鵬米の販売会社に連絡すると、 窓口の人間は B 氏はもういない。すでに会社は解散状態です。とするのみ、相撲協会の広報部は告発文について、広報部では把握していないので調査するかは答えられないと回答した。師匠代行の玉垣親方は真摯に協会から何も聞いていないとするのみで、告発状の宛先となったとされるコンプライアンス部長、花籠親方は記者の問いかけに無言を貫いた。結果として、白鵬米のビジネスは成り立たなくなった。 南魚沼で白鳳米を生産する男性が話す、B 市の販売会社に今年の契約をしたいと言ったが、向こうが応じなかった白鳳米は売れたんですが、広告宣伝、親方や協会へのマージンで儲けがほとんどなかったと言います。ふるさと納税も、市が B 市会社と連絡を取れなくなったとのことで、1年で終わりました。宮城の親方が巡業で訪れた際に南魚沼の米の美味しさに驚いて始まったという触れ込みの白�米プロジェクトは、 そうして終わりを迎えていた市民会館には試食会と同じ日に市に贈呈された白鵬の優勝額が今も飾られ親方は当地の南魚沼山コシヒカリをまさに神の宿る米と評されていますとの文言が添えられているが地元米生産者は白鵬のブランドで人儲けしようとした人たちがいい加減な商売をしたようにしか思えないとつぶやいた。